喋らんというかね。喋ったですか。いやいや、何もあれだね。結構早くやるねこれね。あぶ。ハギグレクレズはハギグレクレズなんですけど、これなんていうんですかねこれね。グーッと固めたらどうですか。グーッと。ああいいじゃないですか。ああ手上げるといいねやっぱりね。体重どれぐらいですか今。72ぐらいですね。前グッズを持ってきてますよね。もう一回グッズしたらこれ早くやるね。ちょっと私のやり方は違うんですけど、まあ、こんな感じですね。グーッと入れたら腹筋でかくなったよね。どんな？いやどうですかね。ここが長いからねやっぱりね。あのまあ腹筋大きいよね。あのだいぶ冬で乗ってきてるんで。まあ脂肪乗ってもこれくらいだったらいいやん。いやこれ動画で見る限りはすごくいいよね。腹筋が大きいもんね。あとはこうあの高さを高くしたらなるんやね今からね。絞って あと何キロぐらい絞るんですかここから。まあ大変な時は6、7ぐらい行きたいですね。あまあでも3、4キロ。いやいや、その、まあ、夏から6、7キロ増えてるんで、あ、まあ、絞ってみてどんだけ残るかってちょっと楽しみではありますね。ぐっと力入れたら、力入れてたらいいよ、腹筋。ね、腹筋もしっかり出てるし。もう完全に隠れてますね。いやいや、全然いいよ。まあ、ここは長いっていうのが腹筋が出るか出ないかの一番大きな要素かもしれないですね。まあ、ぜひ頑張ってくださいね。ありがとうございます。ホワイトのチーニングですね。いろいろパターンを変えながらっていうところですけど、まあ、こうやって見たらいいよねやっぱり肩幅あるし、速度使って、ホワイトですからね。きついですね。バックポーズで下の方からね少しついたね。これ下もついていきたいねと。そうですか。まあこんな感じ。全然まだ背中あんま見せないっす。こうリラックスは。これウエスト細いからね。ちょっと今前肩をもうちょっと後ろでもいいね。いろいろ変えながらですね。まあでも脂肪は薄いよね。こんな感じ。背中も全然見せれないですね。いやいやいや動画で見たらいいと思うよ。ちょっと参考にしておいてください。